どうも60です。僕最近までサッカーについてまるで知らなかったんですけど、去年今年でだいぶサッカーに対する知見が深まったんですよ。しかしその深まった知見がどれほど世間で通用するかはわからないので、このリスナーの方におすすめしていただいたサッカーゲームで僕が持ってるサッカーの知識がどれほど通用するのかちょっと確かめていきたいと思います。このフランチャイズユナイテッドがどうやら僕のチームのようですね。でポジションはどこでもいいの？じゃあ重要そうな真ん中にしておこうか。これでいいかな。じゃあスタートマッチでいきましょうか。ちょっと早いってスタートが早すぎる。まだ操作の確認をしたいけど、待ってくれ。なんかもうすでに待って、操作以前に動きがどうなってんだこれ。待って、これがスライディングね。 OK、 ちょっと待って、もう俺が培ってきたサッカーの常識通用しないんだけど、これ操作できるのは俺だけなのかな。何この餌に群がる鯉みたいになってるこいつら。やばい、待って、これ黄色は敵で俺はどっちに攻めればいいんだ、右左どっち。てか何このぐちゃぐちゃじゃねえかよ。おい、誰もボールに触れられないじゃないか。どうなってんの、領域展開しとるかなこのボールが。待って、取りたい、ボールをダッシュしたい。ちょっとよこせ、俺にちょっとよこせ、早く。もう何が何なんだこれ、サッカーってこう。よし、来たよしよし、行くぞ兄弟、ウリ2つ行くぞ、攻めるぞ、ツインシュート決めてやろうぜ。おい相棒、パスくれ、パスよこせ、パスね、ちょっとね、おい、ちょっとそのさ、独断先行プレイダメだって。パスくれ、パス、おい、どこ行くんだよ急に裏切るな。おい、ちょっと、そう右に行くんだよ、右に攻めるんだぞ俺たちは。ちょっと待って、またぐちゃぐちゃになってる。俺がちょっとボールくれ、なんとしても俺がボール出ししないと。おい、よこせ、ちょっと兄弟、俺にボールくれ、一人でプレイするな、サッカーはみんなでやるスポーツなんだって。そう、おい、今度はどこに行くんだおい、ベンチに帰るな。ちょっとなんだこの動きはえ、これ俺しか操作できないの、難しすぎる。待って、取られた、まずい。おい待って、おい、ディフェンス誰か来い、誰か止めてくれ、早い、誰か止めろ。早すぎるってだから。よし、来た、俺のマイボール来た。何が言ってんだ、俺が奪い返してやる。なあ、個人プレイでやるなら俺も個人プレイで行く。何このピクルに会いに行く時の列海王は。ちょっと、まあ、ふざけてる場合じゃない。ギアオール、うわ、クソ、防がれたか。ちょっと待って、チャンス。どこ打ってんだこいつ。もうちょっと。もうサッカーしようよちゃんとね。いや、ナイス、あー、何やってんだ俺、オフサイドちょっと何やってんだよ、何今のオフサイドか。俺はどこだ、俺どこに行ったんだこれ、なあ、迷子なんだけど。何起きた、何が起きてるか全く分からん。ちょっと待って、俺がいなくなったフィールドから俺が迷子になった。何やってんだよ待って、とりあえず俺がどこにいるか分からん、オフサイド製造機になってる。待て、これ黄色い点がおい人間加速器になってる。フィールドで新たな元素を生み出そうとするな、よこせ俺に。ちょっとボールくれおい、ボールくれ、ちょっと、なるほど、こうすれば動くのね。よし、おい、裏切り者がいるって俺のチームに、よこせ。おい、こいつ裏切ってる、違うんだってなあ。おい待ってくれ、なんだこれ、どこ行くんだよ。うわ、もうちょっと待って、いいぞ。おい、なんだそのクスパス。おい、ちょっとさ、裏切り者が、ナイスカット、いけ、決めろ。なんだその変なチョコシュートは。ちょっと待って、俺が決めるしかない。ちょっとよこせ俺に、おら、下バレ、くっそ、相手のキーパーが強すぎる。よし、
なんだ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 、よーしゴール。ちょっと待って、俺考える暇を与えてくれ。何が起きてるんだフィールドで。今の得点は俺のゴールだったか、果たして。まあいい、ちょっと待って、やり方は分かった。何、どうした、なんだ、よくわからないけど、まずい、止めろ、ナイス。俺によこせ、おい、キーパー俺によこせボール。なんでも利的行為が多すぎるこいつら。なんでこれでコーナーキックなんだよ、お前らの。おい、審判買収されてるって。ちょっと何このドロドロなんだけど、このサッカー。ちょっと俺しかいない、俺が一人でボール取って、俺が一人で行くしかない。来たねえ、俺決勝点あげる。おい、邪魔するな、味方も敵も俺の前に立ちはだかるな。何この寸分たがわぬ完璧な尾行は。黙れ、うわ、マジか、無理か。おい、キーパーだけまともなんだよな。まずい、ちょっとまずいって。え、あ、ハーフタイムか。おい、死ぬて、笑い死ぬて。まだあと45分もあるの。ちょっと勝手に始めないでくれ。次はどっち、あれだよね、何、ちょっとファウルだよね、今のね、暴力行為だよね。うわ、そのままゴールいった。すいません、これサッカーなの。ちょっと待って、あれ、俺今勝ってる、俺フランチャイズの方だよな。ちょっとなんで誰も止めに行かないの。よしよしよし、外した。オッケーオッケー、待って、俺攻めるのは変わってないの。右にゴールをしに行けばいいんだよな、多分な。何、よしよし、あー、マスだ。このスライディングが難しい。ちょっと止めて、ナイス。ね、守備がゴールされることを何とも思ってないんだけど、ディフェンス陣が。どこ行くんだよ、なんでだよ。それはおかしいだろなあ。ちょっとまあいい、勝てばいい。こんなね、圧倒的敵地のど真ん中で白星を挙げることが重要だから。ちょっとね、裏切り者がいる。俺たちの仲間に裏切り者がいます。こいつです、今ボール持ってる。ちょっとさ、敵が多すぎるな。でも操作は慣れてきた。ボールを取れた、よし、俺がゴールを決めればいいね。どんなに敵が多くても俺一人のプレーでこのチームを勝たせる。引きつけといて、ゴールキーパー剥がしてシュート、完璧、これは完璧でしょう。3対1、よし。ちょっとリスタートが早いんだった、だから息をつく暇すらない。ゴールの余韻に浸れない。でももう分かったから、もう手のひらの上よ。ねえ、なるほど、1対20人か、面白い。こういう逆境を勝ってこそのサッカー人生だから、誰も止められねえ俺のこと。もうゴールの取り方は分かったから、でこいつらは俺の後をついてくるだけで、それしかできないから。ディフェンスっていう概念はないから、キーパーの動きにだけ気をつければいい。ここ、いやー、惜しい。でもチャンスあるよ、あと何分、あと何分か分からないけど。これ、おい、理不尽すぎる。なるほど、サッカーっていうのはね、フィールドのボール、なんで誰も行かないんだ。いいぞいいぞ、まだ骨のあるやつがいたと思ったら違った。さよなら。もう何も言わない、全てが敵なんだ。サッカーっていうのはそういうことなんだ。なんかチームプレーだと思ってたけど違う、俺以外全てが敵なんだ。これはさすがに迷子でしょ。よし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 、いいよ。でもまだ勝ってるから、この1点リードを守り抜く。ナイス、いいぞ、なんかサッカーらしいプレーしてる。
よし攻めろ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 、よし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 、ナイスパスだ。待て、味方を信用しちゃいけない。俺がこのその新たな原子生み出すのやめろ。何、ええレッドは、おいちょっと待て、おい、お俺がレッドカードで一発退場しちまったんだけど、嘘でしょ。ちょっと待て、だってこのゲーム俺しか操作できないんだぞ。俺しか操作できないのに俺がいなくなっちまったフィールドから、おい何やってんだ、おい疲れたし俺いなくなったし、ちょっと待って、これ代わりに誰か操作できるようになるんじゃないの。ちょっと待ってくれ、おい全然反応しない、ちょっと待ってくれ、おい、俺しか操作できないのに俺がレッドカードでいなくなったらこれ何よ、見てるだけ俺は、何なんだこのゲームは、頼む買ってくれ、無理だ、無理すぎる。なるほど、このベンチで試合を投げ終わった、試合を眺めることしかできない無力感、これを伝えたいんだなこのサッカーゲームは。もうええわ。